はい、今日もね、引き続きハイゼットをね、軽トラをやっていきたいと思います。大まかなハーネスの作業は、まあ、折り返し地点ぐらいになってきたかなと思います。だいたい決戦できてね、まだ偉い状態なんですけど、ここからは、まあ、ちょっとしたまとめ作業みたいな感じになってきてます。ハーネスの方はね、あとはね、配管類、マフラーもそうですし、インタークーラーのパイピングもそうですし、あとね、ターボは、純正ターボは水で、エンジンの冷却水で冷やす、循環してますので、そういうのもやっていかんとダメなので、これアトレーの、まあもうこれちょっとぶっちぎってますけど、アトレーのラジエーターのホースね。まあ、こういうのから、まあこれも、これ切ってます。こういうのがついてまして、でここから水取って、ターボを返して、返していくというね、こういうのを切り出しましたね、アトレーからね。こういうのをまた、軽トラの方のラジエーターのホースから、水出して返すという、そういう配管を今作ってます。で、これ終わったらまたちょっとインタークーラーとかね、その辺も考えていかんとダメなんですけど、まずね、こういう水関係を、これから終わらせていきたいと思います。はい、水回りのね、作業を始めてるんですけど、アトレーとハイゼットの、こういうね、ラジエーターの、ホースがいっぱい余っとるんで、いいところのね、やつを切りまして、でその間にターボの三つ股の配管ね、これもアトレーの元々のやつですね、それを切り出したやつをはめていくっていう感じで楽ちん作業やってますね。はい、こんなのいちいち作ってるとやっぱりね、綺麗ではあるんですけども、まあ時間かかってしゃあないので、まああるものを使っていこうっていうね。まずはエンジンをね、早くかけたいので、まあこの辺は簡素化していきます。またね、気にならなければ、今後作っていきたいとは思いますけどね。一旦こんな感じでやっていきます。これがターボの水の戻りやね。水戻りよいしょ。ちょっとね、取りにくかったんで、だいぶ端折ってますけど、このロアホースから三つ股。ロアホースからこういう三つ股になってるところが、スーッと行きまして、これね、これがターボの入り口。そして、こう出たやつが、こうぐるっと回りまして、こういうふうにね、ずっとこっちに帰ると、はい、でまあこういうね、配管類はアトレーからいい角度のやつを切り出したり、ふんわり曲げたりしてなんとか行きましたね。ホースはね、結構頼んないとこがあったんで、新しいホースに変えたんで、ちょっとぶっとくなったんでね、純正のこのクリップ式が使えなくなったんで、これはまたバンドのやつをまたしっかりして、で、あとはこういうね、マウントをちょっとこさえていきたいと思いますけど、まあそういう細かいとこはね、どんどん端折っていきます。まあ、まずエンジンをかけようっていうとこまでね、いきます。はい、そしたらね、インタークーラーを、これアトレー純正のインタークーラー、これを加工していくんですけど、これはちょっとね、もうして、もう生えちゃいましたけど、カメラ取り忘れが今回すごく多いんでね、まあちょっとそんなところはご勘弁ください。先切ったやつ、切ったやつをこのハスにね、いい感じに角度をつけて1個ピース作ったんでね、これでこう前向きつくんで、でニュアンス的にはこんな感じ、はい、でこんな感じでつけていくのと、あとはね、これ以外は
シリコンホースのね、連結だとか変換とかで済ますので、あとはこのノーマルのね、この鉄の、もともとのターボのパイピング、こういうのをいろいろ、バスは使えるとこを切って、角度合わせてやってるんで、これ適当に切ったアトレの、純正のターボのね、あのパイプなんですけど、やっぱ切っちゃうんでね、まあ、本来こう抜け止めっていうのをね、ボリボリで加工したんですけど、まあ、抜けへんとは思うんやけどね、そんなブーストかからへんから。でも心配なので、ここを溶接で持ってね、この団子にしてつけようかなと思ったんやけど、こういうのね、こういらんのがあるんで、これを切ってこういう風にね。して、で、こうはめて、ね。で、ここで溶接バチバチと何箇所かして、まあ、この分ね、抜け止めになるんで、バンドはこっちになるんで、まあ、絶対抜けんくなるんでね。はい。これをつけていきます。はい、こういう感じでね、あの、点付けですけど、付けときました。で、こういうのを、グッてやったら、さっき結構スコスコやったんが、結構抵抗生まれて、こうちょっと、もっこりしますよね。はい。で、バンドがこういうの来るんで、もう抜けなくなるっていうね。はい。いい感じでいきました。OK。はい、大型ね、パイピングは加工できました。こういうのね、これ純正の、こういうのからいい感じのところだけをね取りまして、はい、加工してきました。インダーグラもね、まあいい角度でできたんじゃないかなと思います。はい、これをね取り付けていきたいと思います。はい、ターボのパイピングがね、こんな感じでつきました。まあまだちょっとステーとかでね、補強した方がいいところがあるんで、もうちょっとね、また見直さんとダメですけど、まあ一旦こんな感じです。タービンがね、これノーマルなので、あんまし目立たへんですよ。これがターボチャージャーです。インタークーラーがね、これも純正なんですけど、なんかこういう風についたら、一気にターボって感じがね、して、いいんじゃないでしょうかね。はい。はい、このターボチャージャーね、こっから、プシューッと、プシューッといきまして、で、インタークーラーの、この下からね、行って入って、で、クーラーで圧力冷やしまして、スロットに入ると。はい、こんな感じでいけました。で、手持ちのバンドがね、ホースバンドがちょっと何個しかなかったんで、まあね、
要所要所にこの純正のこのクランプはまってますけど、またおいおい変えていきたいと思います。あとはね、のぼちゃんが配線をすごい頑張ってくれてるんで、こんな感じです。これはもうこの感じでいいと思うな。はい、だいたい配線が大まかにまとまったので、エンジンをかけてみよう。ちょっと待てや、ドキドキやね。 OK。一旦はね、かかったんで、もうすごく、もう、バッチリ、良かったと思います。はい、先日ね、エンジン無事にかかりまして、あれから、数日経ったんですけど、ちょこちょこね、夜な夜な作業進めてますんで、あれから進んだことをね、ちょっと見てもらおうかなと思います。このパイピング、ちょっと今、これ錆止め塗ってじじくさいですけど、パイピングをね、あの前ブラブラやったんですけど、パイピングのステーだとかをつけました。シフトのワイヤーです。それもブラブラやったんですけど、まあアトレのなんかあったステーうまいこと使って、一応固定しときました。で、マフラーはまだできてないですね。で、あとエアクリーナー。まあ手頃な値段で売ってるやつです。それを、このパイプ、ステンのパイプで変換を作って、こっちに合わせてね、作りました。で、この吸気センサーも刺さるように細工しておきました。あとは、これぐらいかな。これぐらいちょっと浮かして、ステンをね、作ります。うん、こっちは、こっちはあとステンだけやね。インタークーラーのステンだけ。で、中なんですけど、こう、ダッシュボードとかも乗せて、だいたい、決めました。このエアコンのね、こういうのも、全部動きます。で、ブーストが何本かかってるか心配なんで、まあ今これ、突貫でね、テープではめてるだけで、ブースト系もつけときました。これダッシュボードを乗せるのがすっごい苦労しましたね。やっぱり似てるとはいえど全然違うんで、だいぶ苦労しました。これね、まあ軽トラのダッシュボードとまた最終、見比べしようかな思ってますけど、これだいぶかっこいいんですよ。メーター周り、こうタコメーターとかついてるしね。だいぶかっこいいんですよね。一応全部動くようにはなりました。はい、これエンジン、アトレのターボのエンジン積みまして、で、ミッションもデフも全部アトレで行ってるんです。まあ、軽トラのミッションもデフもつくんですけど、まあ、同系エンジンなんでね、つくんですけど、まあ、なぜそれを全部アトレ化してるかというと、まあ、ターボエンジンでパワーアップして、ミッションとデフ、まあ駆動系ですね。駆動系の意識を軽トラのままでいくと、低速の味付けになっちゃうんですね、どうしても。まあ前の NA エンジンで5速で高速道路100キロとか出したら、結構エンジンうなり倒してね、もうなんかもう潰れるのちゃうかなぐらい、わー言いよるんで、まあ結構限界値がね、スピード域がそれぐらい。まあその代わり、重い荷物乗したり、ね、農道とか、走れる、それでも力が、2速でも3速でも盛り盛りってくるように、ギアが低速化されてるんですね。はい。それの味付けを最終的に決めてるのが、まあミッションだったり、
このデフの中のファイナルギアやったりするわけなんですよね。で、アトレーの、アトレーワゴンのターボエンジンのミッションデフで行くと、まあ、きっとね、高速道路120キロぐらい、5速120キロぐらいで、うん、わりかし涼しい顔して出るような、あの、感じだと思うんです。で、まあ、そういう方向性にしたかったので、駆動系も全部アトレのままで行くという感じなんですけど、で、まあ、最終的にね、その、このデフの中のファイナルで、その性格がガラッと変わるんですけど、それのね、ギアの比率というんですか。はい。このプロペラシャフトがですね、これが何回転回って、タイヤが1回転回るっていうので、最終的にね、加速重視なのか、高速重視なのかっていうのが大体わかるんで、それをね、ちょっと今から説明させてもらおうかな。はい。こうタイヤにね、あ、これね、この軽トラのために用意したホイールとタイヤなんですけど、はい。かっこいいでしょ、これ。パッと見、こう、パッと見たら、某超高級ホイールに見えないですか？シャシャシャって。ね。はい。まあ、それはさておき、タイヤの頂点。ここね、だいたい12時方向。ここに、ちょマークしておきますね。見えるかな？これね。プロペラシャフトも、ここね、頂点。この12時の方、とこに、マークしときましょうかね。はい、ここからね、回しますよ。1回転、2回転、3回転、4回転、5回転。あ、ちょっとこれ迫ってきましたね。ここに現れてきました。で、これが、さっきのピンクが真下。真下行ったとこら辺が、真下ということは6時方向。5回転と半周。まあ、すなわち 5.5。これね、今だいぶ頂点に来ましたね。はい。なので、このファイナルは、5.5 です。まあ、大体ね、ちゃんとギア数、ギアの波数数えて割ると、まあ、もっと細かい数字になると思うんですけど、まあ、大体。5.5 というのは、だから、プロペラシャフトが 5.5 回転してタイヤが1回転。はい。だからこの数字が、大きくなればなるほど、低速よりの、性格って感じですね。はい。これに対して軽トラ。軽トラの、デフね。これはもう外れてるんで、これで見てみましょうか。だいたいこれも、頂点にピンクを塗っときますね。見えるか。そして、こっちも、頂点これぐらい。にピンク塗る。そして、回してみますよ。一回転。2回転、3回転、4回転、5回転。うん、5回転でまだ全然来ないですね。5回転。これが今 5.5。5.5 でもまだ出ないですね。これで6回転。あ、もう今ここにおるですね。そして、これが、ね。これ 6.5 ぐらい。6.5 ぐらいで、もうちょっとやね。なので、これぐらい。
6.7 とかかな、多分 6.7 ぐらいかな。アトレのファイナルが 5.5 で、軽トラが 6.7 ぐらいやと思います。はい。詳しくはカタログのね、スペック見たらわかると思うんですけど、まあ、なので、軽トラの方が随分低速寄りだと。こいつの方がもう、プロペラシャフト1回転分以上、多くね、回って、やっとタイヤ1回転回すっていうね、感じです。はい、そんな感じで、お分かりいただけたでしょうかね。腰が痛い。痛いです。僕さっきね、これぐるぐる回してましたけどね、感の鋭い方は、分からはったかもしれないですけど、ほら、こっちのタイヤと、あっちのタイヤが、ね、一緒に回るでしょ。これオープンデフやったらこうならんのでね、デフロックしてます。まあクスコからデフが出てるんでね、まあこれこのデフ別にもうノーマルのデフいらないんでデフロックしちゃいました。まあ、これで乗りづらかったらもう多分デフね入れたいと思います。はい、最近もう夜ずっとねこれの作業、仕事あってからこれの作業してるんでね、もうまあまあ疲労困憊です。もう腰痛が全然治らない。はい。まあ、これは、あと、まあ、細かいことまだまだ残ってますけど、もうね、エンジンもかかって普通に走るので、次の動画では、走行動画撮れると思います。軽トラの時からどんだけね、パワーアップしてるのか、楽しみでしょうがないですけど、はい。もうね、新しいホイールもつきましたんで、ローダウンしたりね、そういうカスタムも、したいと思うんでね、はい、このパッチモンのオイルを映しながら今日は終わっときたいと思います。はい、それでは皆さん、さようなら、バイバイ。